真珠それ第一章の有無にあらず今の知見知見社会主義の学校それ第一章のようにあらず本文のようにあらず理想未末に余る工場公務に余る天理あり七尺八尺なり法儀あり義理義なり陰謀なるすなわち学道なり学道は陰謀なるゆえに小敵がなくこれ真理さらに三外類心にあらず北海類心にあらず小敵がなくなり関数年前に作り関数年後に破る派で大水なり無常自爆なり玉を引く力あり、水に生きる脳あり、降る日あり、暗くる時あり、極味に極まる時あり、路中と動産せず、功労と貢献せず、格のごとくなるゆえに借客層をして躍動するなり、誰か客玄関せん、本金として躍動するなり、この世の随他子は、この時、敵学これ十方を学生しむ。無門これ思念を学生しむ。つぼ大臣は、あるいは、庄司にしてこれを売ることあり、あるいは、涅槃にしてこれを売ることあり、あるいは、庄司涅槃の保管にしてこれを売ることあり、心を待つにあらざれども、発心のところにさえられざるあり。胸骨にあらず、地骨にあらず、五大心骨なり、つぼ大心なり。つぼ大心は、無にあらず、無にあらず、善にあらず、悪にあらず、無気にあらず。お家によりて、縁起するにあらず。天無常は定めて上からざるにあらず、ただまさに季節とともにおつぼ大心するなり、絵に関われざる概念、おつぼ大心の象徴陰文字には、お深いこともとくおつぼ大心なり、両天ずるに掃除なりといえども、絵に知らるるにあらず、物質一石種なり、異質一石種なり、衣類中行なり、地獄ガキ畜生しら等の中にしても、おつぼ大心するなり、釈心偏見というは、偏見なるは皆釈心なり、天両辺にあらず、天変なるなり、早よだんだんとして、だんなること、今日に至り、両角戦線として、戦なること、水に至り、鏡に見たりというとも、天変なり、霧に見たりというとも、天変なり、国心というは、昔そうありで、大正国士に行く、いかにあらぬか、これ国心。時に国士は小敵がや力あれば知るべし国心は小敵にあらず小敵が楽を国心というにあらず国心それ格のごとく楽するなり上上心というは近い高いと言わず上上心なり昔日はこのところより去り今日はこのところより来たる。去るときは満天去り、来たるときは臨時来たる。これ上上心あり。上上心のこの国理に太平す。専門万古一時改平なるゆえに上上なり。今この外天外地は覚えざる言葉のごとし。君子の一生のごとし、五等なり、神等なり、五等なり、寿命消滅の刹那に、消滅
滅するあれとも最後心より先はかつて知らず、知らざれとも発心すれば必ず五大の道に進むなり、すでにこのところあり、さらに怪しむべきにあらず、すでに怪しむことあり、すなわち上場なり。神学道というは身にて学道するなり、着肉団の学道なり、いわ学道より来たり学道より来たれるは共に皆なり、人実法界でこ真実忍耐なり、生じ古来真実忍耐なり、この身体を巡らして重悪を離れ八戒を保ち、三方に消えして鮭出家する真実の学道なり、そのゆえに真実忍耐という方学必ず理念圏の下道に同することなかれ、百条大自然寺の曰く、もし本性上本下脱偽善仏偽善天道の下を主戦者、すなわち理念下道に属する、これら短歌の歯具にあらず学道の尺と類徳なり、没頂して霊道八面なり、安楽して女刀恵樹なり、学言師心徳度任意説法なり、学言他心徳度任意説法なり、学不言師心徳度任意説法なり、学不言他心徳度任意説法なり、内視不意説法なり、しかあるに寄進のところに王将死去することあり、社長するところに団長徳随することあり、たとえ自分のより先に発足学道すべども、なおこれ自らが依存として増長するなり。この前の年は今読み始めたちょっと前のところ、格の男の心自ら格闘することを監修するを神学道というと欠如真術でしとなった。それで今日のところはこの真術と、それで大小ここにあらずと続くわけですがね、だからその前に言われている格のごとくの心というのね、それが知らなきゃ、まあ今日初めて来られた人もいるだろうから、あれですね、まあ、前に言ってた、格のごとくの心というのね、その指針とは何か、そこの話から、まあ、復習のつもりで、話しようと思うんですがね、まずね、この新人学堂の巻ね、これ、この初めにも言ってますがね、この一番初めの院長のところに、左から4行目の下のところから、いわゆる心をもて学し、身をもて学するなりってね、新人学堂ってから、まず心をもて学し、身をもって学するんだと、こういう、そういう話から始まったわけ。ところがね、その、その次の、その次のページの3行目の下から、たとえ今だ真実の菩提心を起こらずというとも、先に菩提心を起こせりし、仏祖の方もなろうべし。これ、仏母大心なり、百心変遍なり、国心なり、上長心なり、三害優位、三害一心なり、まあ、そのあたりからね、ちょっと話が変わってくるんだ。はじめは、身をもって学し、心をもって学すんだって言ってね、みんな、要するにやらなきゃダメだって、思ってるわけ。ところが、今だ、真実
と菩提心怒らずという友っていうね、我々座禅、これから座禅しよう、あるいは保身出家してですね仏道修行しようとこう思う。ところがね、本当はね、大体あれだ、それが本当の保身出家になってないんだね。保身って保身して座禅しようって言っても、その座禅の狙いがついていないわ。それでね、どうせもうこの前の、あれですね、現状公安のところにもあったけど、人は初めて法を求めるとき、はるかに法の偏在を利却せるってあったね。結局ね、人が初めてその仏法を求めようと思う、一生懸命になったって時にね、もうはるかに法の偏在を利却して、もう見当外れの道行ってる。そこのところがね、仏法ってやつの難しいところなんですね。結局ね、それっていうのはどういうのかっていうとね、三昧を三昧の巻っていうのは諸国やってね、その中に、ね、座の人界と世の人界とっていうのは、座禅の世界、座禅してる世界と、だから世の人界っていうのは座禅以外の世界ですね、はるかに異なる。この通りをとわきまえて、仏祖の発心修行菩提涅槃を勉強するなというのがね、要するに、その座禅のところに開かれる世界と、座禅以外の我々の普通の考えている世界と全く違って、大切なのはね、仏祖のだから座禅してる世界の上での発心修行菩提涅槃をわきまえなくちゃいけないんですよ。これ座の人界と世の人界とどういうふうに違うかというと、これはまあ私に言うけれど、シラフの時とね、酒飲んだ時とそういうぐらいなんです。ね、酒飲むとね、沢木老師の顔が見たくなって、やってくる人がいたね。これで、ね、沢木老師が疲れるし、私もそんなのは沢木老師の部屋へ案内してね、あれするのも本当に沢木老師を疲れさせやしないかって心配させるするだけだから、ほんで最後にそう言ってやったね。沢木老師に会いたいなら、シラフの時に来ましょう。酒飲むと、沢木老師の顔を見て、それで仏法の話がしたくなる。それはあんたの、酒の逆さなんだ。それ全くね、仏法としての保守になってない。それで、そうやってやったことあるけど、そのぐらい違う。我々、普段の生活っていうのは、あなたがもう酒に酔っ払ってるような世界だ。そこでもって酒に酔っ払って俺座禅しようってね、そして坊主になって修行しようって言ったって、どうせ見当が違う。で、ところがね、このところがね、その根本的なんだけれど、それがどうしてもわからないんだね。それでもう一つ、そのどれほど違うかっていうね、話で私は思い出すとね、沢木老師が昭和20年代に、昭和10年代によく話した話が、白犬と黒犬がいた。そしたらね、黒犬がね、白よ、お前は結構なもんじゃな。白犬は、この世で死んで、生まれ変わると、人間になるっていうが、お前は白いから、大将は人間に生まれ変わる。お前もんじゃな。
けに不安にな、不安ねばならんというね、人間のクソがね、あるだろうかと思って、それが心配でかなわんちったっていう話だね。その辺がね、この、白犬が死んで、犬の分際だとね、人間のクソを、土曜日中に3遍、食わなきゃなんないくらい、おいしいごちそうなんだよ。犬の分際だね。ところが、ね、犬が死んで、人間に生まれ変わっちゃったらね、何も人間のクソなんか、こうとは誰も思わしないからね。その辺ね、白犬の分際と人間の分際とね、欲求の筋合いが変わる。考えそのものが変わるんだね。そう、それね、その話、沢広氏に、大変私が面白いと思うし、また私あれだ、何かにつけてそれを思い出して、要するに、ポンプの思いで発信し、それの続きじゃないんだってことですね。白犬の発信は人間の発信にはならない。同じようにその人間の発信は仏法の発信にはならない。で、というのはね、我々人間的分別、分別する我の突っ張りですね。この我の突っ張りでもって発心修行しようって言ったってね、これは我の突っ張りの延長線なんで、決してその仏の世界じゃないんだ。でつまりね、故権っていうのは自己の故ですね、己の権、己の味方、それから旧権ね、いつの間にか思い固めてきている考えですね。それから我の突っ張り、それをね、その破壊するっていう、壊すっていう、だから破壊っていうね、クシャロミはね、我を破る、我を破ることなしにね、仏祖の発心修行古代涅槃ということはありえない。でそのつまり人間的価値観、いい悪いって言うの、我々すぐあこれがいいこれが悪いって言うでしょ。で朝練もそういう続きで我々あれするよりも座禅した方がいいと、こういうのはね、人間的物差しでもって、あこの人間的物差しを当ててですね、そして座禅しようと思う、それじゃあダメなんだって。この辺がね、全く仏法としての価値観、物差しに転換しなきゃ。だから私が、安泰寺来る人に、黙って10年座れっていうのはね、それなんですね。安泰寺に入って、そして安泰寺の修行の仕方って、それに対して、なんだかんだってね、文句の多い若い時代にね、安泰寺に入ってきて、そしてやってると、この座禅のやり方はよくないとかね、あれがこれで、これじゃ修行にならないとか、もうすぐ、要するに自分がこう、ただじっと座るっていうようなことをね、できなくなると、もうそういうふうにね、また、自分の我の突っ張りでもっていろいろ考える、そしてなんだかんだって文句言った。この大切なのはその文句を言う頃そのものを手放すってことなんだからね。だからその辺が難しいところなんです。で、私がいや、そう言うと私は初めからあれのようだけれどね、私自身がその沢木老師のもとで坊主になって座禅修行してるとね、そうすると私の頭の中にブツ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 、これでいいんだろうかこれでいいんだろうかってね、
しそれに対して私がね坊主をやめないでとにかくあれしてきたのはね聖光源の随文ね、あれを私とにかく岩波文庫本を12、3冊読み破ってんだからね、あの一生懸命そればっかりいつも読んできてる。それの中にね例えばこういうことがあって、学童はすべからく語がを離るべし。要するに学童ってね、道を学ぶってことは己を離れるってことが大切だ。たとえ選挙を万論を学し得たりとも、画集を離れずんばついに和教に持つべし。個人の意がもし仏法の真なく信心なくんば、ずくんぞ仏となり外ならんと。あれね、結局ね選挙を万論ってのはたくさんのお経を読み破ったとしても、あの選挙万論を学し得たりとも、画集を離れずんばって己っつものを、うん、その自分の考えで、ね、自分の考えを手放すことができなかったらついに魔境に落ちてしまう。だからそんなね、俺例えばあの女の子好きだとこう思ったね、あのあれをですね、それを思い諦めなきゃならないというだけでも、まあ、あの我々若い男と、まあ私はもう一人は若い男でもないけど、あまあ我々その若い男としちゃうとね、本当に良いじゃない、そのあの女の子好きってこう思っちゃったらね、これを手放すってことは良いじゃないでしょ。それをやらなきゃね、それからまたこうもあるね、ただ仏法のために仏法を修行すべきだ、たとえ選挙を万論を学し得て螺鈿の床を打破すとも、この心なくんば仏その道を出から引っ張る。これまた別の箇所ですよ。結局ね選挙万論をそのお経を全部読んだ。それから座禅のとこも破るほどに座禅した。それでもね、その、仏法のために仏法を推しするってね、その俺の思いの続きじゃない、仏法のために仏法を推しするって、その一員ができなかったら仏祖の道を出からずに終わる。それからねまたね、まあ、この子も大切だから、よく話しておきますがね、結局、随文にはまだこうもある。たとえ仏というは、我が元より知りたりつるようは、総合光明不足し、説法理性の徳あり、釈迦弥陀等の道を仏と知りたいとも。つまり自分が元から知ってんだね、仏さんというとね、その総合光明があって、立派な総合をして光明に輝いて、そしてあの説法師、それから理性というのは修行に利益するっていうね、そういう徳があるその釈迦様とか阿弥陀様とかね、そういうのが仏だと、こう思っていても、知識もし仏というは我慢吸引ぞと言いがば、我慢吸引をこれぞ仏と信じて日頃の知恵を進めない。もしねその仏っていうのはね、我慢吸引っていうのは引き返り、あるいはミミズだ、引き返りやミミズがこれが仏だって言ったらね、その自分の今まで考えてた考えを手放してたね、それでその我慢吸引引き返る秘密を仏と、信じなくちゃいけない。それをさらにね、この
仏の総合光明、主従の仏の諸具の徳を求むるもなお条件改まざるなり。ミミズが仏さんだって言われたんで、ミミズ泉でね、このミミズの中にその、仏さんの総合光明があるの、輝いてるのか、それから主従の仏の徳があるのかって、こうね、そういうふうにこう考えてみた。そういうことさえもなお条件が改まるなるんだけど、そういう余計なことを考えている。ただ当時の見えるところを仏と仏と知るなり、だから我慢吸引で水見て、水そのものが仏にこう出通らなくちゃいけないっていうね。それからもし格のごとくの言葉に従って条件本衆を改めもているかは、おのずからかなうところあるべきなり、しかあるに近代の学者自らの条件を主し、古典をもととして、仏とはこうこそと思うべけれと思い、また我が存ずるように叶えば、去る差はあるまじい何度言う。自らが 条件に満たることやあらぬと迷いありくほどに大方仏道の精進なきなとこあげ、つまりね、ところが今の人たちはね、ただ当時の見るところを仏と知るなり、もし格のもの、しかあるに至近代の学者自らの条件に終始っていうのは、じゃあ自分の考えたことをしっかり持ってるからね、そして保険をもととして、自分の考えをもととして、仏とはこうなくちゃならないんだとこう考えてる。そして自分の存ずるように考えば、こう自分の思ったことと違ったことを言う。そうするとそんなことはないこう思い、それから自分に思ったこと似たことを言うと、あ、そうだとかいうね、そういう人はたくさんいるわけなんで、その話聞いて、それで自分の思ったことだけに思い、そして違ってるともう全くもうそういうのを吐かして聞いちゃうんで、そういう、それでそういうでは仏道の精進がなっていない。それからもう一つね、まあ、これこのところ大事なところだし、この修行の本当の狙いどこなんだから重ねて言いますがね、随分にはまたこうも、ね、学道の人悟りを得ざることはすなわち求見を存ずる入れない、こう古い考えをねしっかり持ってるから、元より誰が教えたいとも知らされども、真と心です、真というは余地知見なりと思い、真は草木なりといえば真です。真、今の真人の真ですよ。真というとね、その念力近くだと思う、いろんな判断する頭ですね、分別心を心だと思って、それから、それで、そうでない、真は草木、草木だ。言うとね、そうすると、真絶ね。で、仏といえば、総合虚光明、あらんずると思う。仏は雅楽と説けば、耳を驚かす。仏さんって言うと、総合光明があるもんだと、こう決め込んでる。そうでない、仏は雅楽だ。ガラクって瓦屋つぶってね、そう、正直にガラクってこのところが出てくる。そうするとびっくりする。ところがね、格のごときの集権、父も送電せず、母も享受せず、お父さんが教えてくれたわけでもないし、お母さんがね教えてくれたわけでもないんだけど、
ただ無理自然に久しく人の言葉について信じきたれることがある。いつの間にかそう出来上がっちゃった仏っていうと、この相互効能があって理想の徳があってところをね決め込んでいける。力あれと力あれば今も仏祖欠乗の説なれば、改めて真は草木といわば、すなわち草木を真と知り、仏は伽羅といわば伽羅と、伽羅をすなわち仏なりと信じて本宗を改めさらば道を受けている。だからこのもう仏祖欠乗の説として、この仏っていうのはね伽羅、それから真というのは草木なんだ。それだからね、そういう伽羅を仏とし、だから草木を真として、その改めて言ったら初めて道を作ることができる。こういうのね、もうこれこういう私随文記のね、今この段を読んで、その諸法言の随文記のね、あれを今読んだような言葉で、私自分に言い聞かせ言い聞かせて、その長年やってきて、そして結局の話、仏とは何か、真とは何かってね、それで結局は真っていうのは普通に言う心じゃないんだっていうことになるとよく分かった。それから仏っていうのもそう、そういうもんじゃないんだっていうね話になってくる。だんだん、だから、ここにもあるように、あれですね、長年監修してきたわけだ。そういうふうに、自分の心、それから仏に対する考えを取り替えてきて、そこがね、躍動なんですね。それで、だから今、大切なのはここにもある。たとえ今だ真実の菩提心を起こらずというとも、先に菩提心を起こせるし、仏祖の方になろうべし。だから、本当に今いる仏祖欠乗の説っていうのを、それを習わなくちゃ。そしてその仏祖の方っていうのは、何かっていうと、それは、この前にあったように着信変遍なり、着信変遍なり、こぶしなり、養生心なり、三害一心なり、それが大切な、その心を習おうということがね、この神学道。で、この前もあるけど、その百心百遍や国心、両両心、三害一心の話したわけですが、その結局まあ一口に言えば百心百遍というのはね、前後最大した完結完結した無常心。それから国心というのは人情の加わる人間的人情の加わる以前の心、病状心というのは情と無情と分かれる以前、それはもう普通 の, 単なる情状じゃない、情と無情と分かれる、そういうの病状、病道常住の心だ。それから三害心というのは、三害とその見られたところの三害と、それから見るところの一心と分かれる以前、それが三害心だ。で、結局の話、まあ一口に言えば、私がいつも言うその無と無と、あるいは脳と書、脳と書では見る脳です。
それと見る見られる分かれる以前、あるいは自分と他と分かれる以前、あるいは情と無情と分かれる以前、そういう一切二つに分かれる以前、それそういうこう生命ですね。それが真実。でだからそれと大概ね、そういう心がどういうもんだろう、またかのそうすると向こう側にまた置いちゃうでしょ。そしたら向こう側置いたら向こう側置いて考えるっていう自分とはこっちにいるんだ。それだからまた自と他と分かれちゃう。それで結局それのまあ、その二つに分かれる以前というね、一心ですね。これを本当に自分に引き当てて、一体どういうものかっていうのね、それが何かっていうと、この頃いつ毎回話してる話だけど、結局夜夜中さん、本当に夢の見ないで熟睡しているとき、その時でもちゃんと1分間にいくつの割で息してる。もうこれですよ。これではね、もう私もとにかくこれでももう75年生きてきた。75年生きてきてる。しかしその間にとにかく1分間にいくつも割れてる。これずっと夜寝ている時も息してきたんだなって、これもう最近ね、これにびっくりしたんだね。それでさ、この俺はとにかく75年も生きしてきたんだなってびっくりしたっていうのはね、ニュートンがね、リンゴが落ちるのを怒ってびっくりしたよりもっと大したことなんだ。これ私もうこの頃つくづく思う。これ人類が始まってから、まあお釈迦さんも道元禅師も全部ひっくるめて、夜寝ている時もちゃんと息してきた、自分にびっくりした人がいなかったっていうのは、これどういうわけ俺が初めてじゃない、人類始まって以来初めて、この夜寝ている時も俺はちゃんと1分間にいくつも割れて息してきた。これは大した発明だ、あの発見なんですね。これはもうニュートンのこの最大そのそれで、これがね、恩命だ。恩命。それで、それをね、仏さんとか、神さんとかっていうと、もう、仏さんって向こう側だ。他人だ。だから、神様っていうと、また向こうの他人の話だ。それに対して、そうじゃない。夜寝てる時も、俺確かに息してるんだってね。これが恩命。俺確かに恩命生きてるんだ。これの発見はあった。その人類に大きな知恵を私残したと思うね。これも歴史的な人物ですよ本当に。でこれはもうだから神様と仏様なんていうね、そんな他人の話、今までの宗教のみんな神様仏様っていうようなね、他人の話してる。だからこれでわかんない。そうでない。私は事実の鬼命と生きてる。そっから出発しない。そうすると何？阿弥陀さんが俺の中にいるってことは分かる。いや神様のお力に、ね、よって生きされさ、していった、しているんだってこともよく分かるじゃない。これはね、これをね、本当に今までの人類そう。夜寝てる時にちゃんと息したしてるってね、いや息だけの話じゃない、本当に我々、ね、よく考えてみたらこの中にこう体に働いてね、今でもちゃんと働いてるあらゆる機能みんなそう、命。それどころかあなた、まあ私の今話聞かれててそうかなってまあ皆さんが思ったとして、その思いそのものが浮かんできたっていう、これが多い命だ。もうだからね、
それが四角心偏偏だ。全く偏偏としてね、無機の前後最短にして浮かんでくるでしょ。で、拳、これ人情以前だ。二つに分かれる。人情以前の話だね。あるいは病状心、これ情不情と二つに分かれる以前。それから三が一心、これも全く人海ぐるみ浮かんでくるんだからね。からね、そういう、つまりここでね、思うからそうなんじゃないですよ。思っても思わなくても、信じても信じなくてもって言われる。これもね、私の名言だから、この思っても思ったから、初めて神様があるっていうような神様はどうせダメなんだ。で、信じてお賽銭あげたから神様があるっていうね、そんな神様なんてない、あのクソくらい。そうでない、思っても思わなくても、信じても信じなくても、そして格納国の心を自ら格闘することを監修するを神格闘というと、欠場心です。要するにそういう、私たちね、誰でも彼でも思っても思わなくても、信じても信じなくても、そういう恩い命を生きてるんだということね。それに監修すること、これがね、神学。それはね、事実としてみんなそういう恩い命を生きていながらね、みんなそうでない。頭にふっと浮かんでくる、これをふっと浮かんでくる力は恩い命の力ですよ。ところがそのふっと浮かんできた思いの先っぽね、思われたこと、その思いの中にみんな首突っ込んじゃう。そしてそれが自分、思いこそ自分なんだとこう思う。そしてフラフラになっちゃう。だからふっとあのこんなの綺麗だとこう思っちゃうでしょ。そう思ったその思いだけでもって行動するから、それで話をしちゃう。そうでない、もっと根本にある。だからその思われた、そのあの女の子好きって掴んであったの、これ手放して自分のその思いそのものに変えらなきゃどうせだろう。これが難しいもんね。金なんかなんでって言われて、これが何も言えない、ね、私その点次はいつかって、ね、初めから金なんかなんでって、誰が金で何か頭下げるんだよ、そう思って。ところが女の子の方はダメだった。Come on in.
建築
建築物を言ってんじゃない、建築物としての家の話じゃなくて、今我々がそういう思い固めるっていう、この思いの中にいるんですね。これが内の中にいる。それをこの自分の思いがね、本当の自分じゃないって知って、そしてこの思いを手放して、そして家の家にあらざることを知って、家を捨てて、ね、思いを捨てて思いを出る学童だ。これがそれ大小の寮にあらず、大きな悟り、小さな悟りっていう、そんなもんじゃない。それから温厳の寮にあらず、出家はね仏道に遠く、在家は仏道に遠く、出家は仏道に近いというような話でもない。在家出家を問わず、近い、遠い近いという話ではない。とにかく自分の思い固めを手放して、そして本命に帰ったところで、これはもう温厳じゃない、遠い近いの話。美祖美松に余る、工場工芸に余る。美祖美松ってのは初めと終わりってことね。あるいは工場工芸って上下ってことね。あれた、学生時代にケルケゴールのね、短歌で読んだんだけど、イエスの弟子が誰かっていうような話が書いてあったのを思い出す。イエス様の弟子っていうのね、イエス様に近い人ほどね、イエス様に近い弟子か、みんなバカなことは入っていくらけんけど、ね、話だったね。そりゃそうだ。このイエス様とたとえ同時代の人であっても、イエス様と無関係なやつはたくさんいた。でそれと同じように、お釈迦さんの弟子でもそうです。お釈迦さんの弟子と同時代の人であろうと、お釈迦さんに近い時代の人であろうと、お釈迦さんに遠い人がたくさんいる。そうでない、そういう時間とは変わりなしに、その御命っていうのね、それあれしたらもうお釈迦さんなんです。お釈迦さんとぴったり親しい。これはもう理想未満する工場工芸に余るというのは超えてるというね。で、天気あり七尺八尺なり、工期あり維持いたなり。天気っていうのはね、学人が試験の前で自分の疑問を披露して、そして教えを請うことを天気、要するに自分をこう捧げ出すからね。それに対して陶器っていうのは、この試験が確認に、この学人の各々の機関に応じてこの説得するっていうことをね、陶器で、天理あり七百八尺なりの、七百八尺っていってもね、その乗尺の話じゃない。つまり、いろいろな、いろいろな人が、いろいろなことを言うんだからね。で、後期は、一時間なりと、お師家さんと、それから学人さんっていうのを、自他があるみたいだけど、そうだよね。自他相対の話じゃない。いや、自他相対ってね、いう、そのことぐるみ、その、一心の、現れ方なんて言っちゃったね。そのどうせね、全てのことがね、御命の現れ方なんだから。で、要するに、学人が式の前で一生懸命なんだかんだっていうのも、御命の現れ方。式が学人に、そういうふうに、日に応じて説得するっていうのも、御命の現れ方。で、陰もなるすなわち学道なり、そういうことがね、学道なり。学道は陰もなるゆえに正直がらくなり。あらね、ただ、
ろんな風景がそれぞれに人情を離れている。これが小児理解なんだ。小児理解なんてこれ真なんだ。三外有心にある、北海有心にある小児理解なんだ。三階の上にね、芯を乗せてみない。三階ったら三階だけだ。だから、北海有心にある、北海の上に有心を乗せてみない。結局の話、正直がなくなりますね。すべて多い命の受けなんですね。関図連連に作り、関図連のに、これはね、変故があるわけで、ソダムの意味、行動して今、行走関図年前に発信点の字を得るし、関図年後に発信点の字を得るし、この発信向上の字を得るし、発信点ってこういう字です。新編だ、発信って結局もうそのものをその自分の体にしてるっていう言葉ね。つまりその一心一細胞、一細胞一心、その二つに分かれる以前、それが発信編だ。つまり今私の言っている恩命ですね、生命実物のことだ。で病巣がね、病気したあのお坊さんがね、関数年前にね、その発信点の字を得得した。それから関数年後にね、発信向上の字を得得すという言葉がある。つまり、発信面というのもね、今言うように、その、どっちどう転んでも多い命でしょ。それで、これ求めようもなければ落ちこぼれようもないっていうのがあるんですよ。その我々誰でも彼でもだから今言った合格不合格、丸か罰かっていうそういうのが分かれる以前だから、そういうどっちへどう転んでも本命の人は生きてるんだから、それを得得したっていうね、貫通年齢で作る。関数年後に破るというのはね、発信向上の字を得得するんで、これもう発信点悟ったって言って、ところがその発信点をまた突き出たっていうことです。つまりその求めようも落ちこぼれようもない多い命をね、一生懸命その精一杯発信修行して、そして求めるところもある。あるいはそれを今度は求めようもない落ちこぼれようもない恩命だから、今度は結局ね、五尺の吸血なるあり、吸血なる五尺を調教室ならしを、ただそれをもう通り抜けちゃってね、ただそれを生きてるというところもある。関数年前に作り、関数年後にある。それで、他で大水になる、無量被爆なる。これ、まあ、他で大水ってのは、泥にまみれ、水に浸るってことね。無量被爆という、ああ、ないのに、その、自分で縛ってるってことね。自分で縛っていながら、実はなかったことなんだ。